おう。うん。バイク出せるか？前みんなで海行こうっつったじゃん。今日あたりどうよ？だよな。夏といえば海、海といえば夏だよな。そして当然待ってるわけですよ。小麦色のキャッキャウフフなイベントがさ。やっべえ、テンション上がってきた。みんなには俺から招集かけとくからさ、また後でな。獣より獣だ。はぁ、ちょっとあんたね、バカ褒めてんだっつーの。どこがよ。大体獣って何よ。獣ってそれは女の子。一応マジ勘弁してください。地図見たんすか？地図待つクマ、もう無理。ほら海。おっしゃー。なんか緊張しねえ。海だぞ、水着だぞ、生リセチだぞ。いいのか俺、ここで人生の運を使い果たすんじゃねえか。うおむはは。いな、なんでここにいんの？海入ってりゃいいじゃん。先輩たち待っててくれたんだ。おい、やっべえだろあれは。夏っていい。もしかして先輩見とれちゃった？あの、早く海へ。ちえちゃんもリセちゃんもユキちゃんも真夏のプリティ大賞独占クマね。可憐なラブリー人間に囲まれて、クマもひと夏のいけない体験しちゃいそう。しねえっつの。感じは？まだ伸びてんじゃねえの？チャリバテてたから。あ、来た。お前なんだそれ。何がすか？水着だよ、他に何があんだよ。黒渋いじゃないすか。色じゃねえよ、エグすぎんだよ。明らかにそっちを連想させんだよ。んなこと言ってんのあんただけじゃないすか。お前にも原因あるっつってんの。ていうか幹事、私には鼻血出さないわけ？
なんでお前に話し出すんだよ。はあ？水着ってだけでよくこんな盛り上がれんね。もうしょうがないな、先入っちゃうクマよ。ちーちゃん、ゆきちゃん、レッツマーメイド。うひょー、なあ、一番乗りしたな。ほら、二人とも行こう。自販機見っけ。俺買ってくるわ。お前も炭酸でいいよな。紐ほどける。ちょ、クマ、どこ触ってんだっつの。ケチケチクマね。こう豪快にポロリと。何やってんだあいつら。うひょ。今度はなんだ。捕まえたぞこら。無念。先輩聞いてくださいよ、このアホグマ。先輩聞いてます。待って、タイムタイム。あのさ、下下だって。下うきゃー。俺がポロってんじゃねえか。隠すのそっちかよ。下なんとかしろ。キブキブ、こら暴れんな。てめえ逃げたらいろいろ終わんだろうが。逃げないとクマの命が終わる。クマ、そろそろ休憩にしない。日焼け止め塗り直さなくっちゃ。水分チャージに肉チャージも重要だよね。あいつら上がってくんぞ。おいクマ、しんなりしてんじゃねえ。もうダメクマ。なんか探してくっから待ってろ。無理す、間に合わないっすよ。クマ、お花畑が見えるな。死ぬなクマ子。よっしゃ、感じあったぞ。ってワカメじゃねえか。いた、先輩。来る、いいから隠せ。どうしろと。これはそのヴィーナスの誕生なんちゃって。た、誕生すっぞこら。これでよかったんかな。とりあえずかゆいっす。そうか。いろいろあった一日だったな。まだかゆいっす。結果的には楽しかっただろ。お前の水着も見つかったしさ。まあ先輩らに誘われなきゃ海なんててめえで来なかったっすね。お前のキャラじゃそうだろうな。案外キャラじゃねえことした方が楽しいかもしんねえっすね。言ってみりゃキャラっつうのは壁だもんな。高い壁に囲まれてりゃ楽だけど、楽と楽しいは違うっつうかさ。
あ、なんだ、なんか俺語っちゃってないっすか。お許し出さないで、余計恥ずかしいから。いいんじゃねえすか、せっかくでかい海まで来てんだ、ちっとくらいの恥はかき捨てだろう。恥だっつう判定は覆らないわけね。じゃあさ、棒倒ししない？負けた人が串カルビをおごるってことで。それちぃ先輩が嬉しいだけじゃん。じゃあ負けた人がクマにチッス。それは誰も嬉しくないでしょ。なら勝負じゃなくてみんなでやることは。楽しい時っつうのは一瞬で終わるよな。こんな感じで高校生活も終わってっちゃうのかね。何寂しいこと言ってんすか。事件も終わったし、むしろこれからだろう。そうなんだけどさ、けどバイクで出かけんのは想像以上にいい感じだな。俺いいこと思いついちゃった。冬休みさ、みんなでスキーとか行かね。きっと惚れ直しちゃうぜ。俺スノボ得意なんだよね。今から冬の話ってあんたどんだけ気早えんすか。だよな、周りあんだけ山ならきっと近場にゲレンデあるだろう。んなもんいくらでもあるっすよ。ちょっと遠いけどバイクありゃ余裕っしょ。ま、安全運転が基本っすから、道危ねえ感じならちょっと考えますけど。お前意外と安全とか言うのな。んなもんカッコつけてどうすんすか。危ねえもんは危ねえだろう。まあそうだな。よし、次の休みの目標もできたところで、道暗くなる前に引き上げるか。全員若葉マークだしな。おい帰んぞ。お兄ちゃん、
遅いよ。行こう。じゃあまたね。
し、今日はこんなもんかな。うん、なんか久々に思いっきり動けた気がする。あのね、聞いてほしいんだ。ずっと考えてたこと。私ね、やっぱり自分の価値なんて全然わからないけど、それはずっと探していけばいいと思うんだ。私はただ守りたいって思う。守るために戦おうって思う。私は最後まで君の隣で一緒に戦うんだから。私たちずっと仲間だよね。これあげる。あ、新品だから綺麗だよ。実はお揃いだったりして私ね、思うんだ。この力はきっと欲しくて得た力だって。もっとちゃんと守るために。今ならわかる。この力はただもっと頼りにされるためみたいな、自分のための力じゃない。ユキコや仲間や家族やこの町、大事なものを守る力だって。私の新しい力。君のおかげだね。この先どんなに遠く離れたって私たちはきっと大丈夫。この気持ちは変わらないよ。体も頭も使ったことだし、肉食べ行こう。肉、
ね、先輩。おはよう先輩、リサだよ。今日花火大会って知ってた？私、空いてるよ。もう、先輩ってそういうとこあるよね。でもきっと、現地でみんなと合流しちゃうよ。花村先輩とか、こんなイベントほっとかないし。ちょっと残念だけど、今回はみんなで行こう。それじゃあ今夜ね、先輩。お兄ちゃん、いる？マナちゃん家に遊びに行くね。帰り、ゴミ袋買ってくる。花火大会行くって。夜だからお父さんと一緒じゃなきゃダメだけど、お父さん頑張って帰ってくるって。うん、七子もお父さんと行くからあっちで会えるね。
お、本当に人少ないな。河原はごった返してたのによくこんな穴場見っけましたね。ううん、知ってたの。私山側もよく通るし、お客さんに聞かれることもあるから。七子ちゃん来られるかな。来る前に場所を電話しておいたけど。そういえばクマは？片っ端から女の子ナンパした挙句、太田に誤爆してお持ち帰りされた。とっさにクマ側来て着ぐるみ気取ってたけど、問答無用で抱えられてったぜ。ちょ、それほっといていいレベル？いいんだよ、日頃の罰が当たったんだ。今日の花村先輩、クマに冷たくない？今朝のあいつの所業を考えたらむしろ足りねえ。もう 2,3 人太田におかわりさせてえぜ。いや死ぬだろそれ。つうか何があったんすか？思い出したくもねえ。あいつ俺の部屋から余計なもん発掘して花村家の朝食に持ってきやがったんだよ。ヨウスケ、この本なーにっつってさ。おかげで俺がどんな恥ずかしめを受けたと思う？んな代物持ってっからでしょうが。親いる前に持ってこられるとか想像しねえだろ。それ女の子いるとこで話す？へそくりってことじゃないの？男の人のへそくりでしょ。もう男？おいっぽい。クマさん、恐るべしクマ、自慢の毛並みがズタボロクマ。予想以上だな。てかその格好目立つからさっさと脱いでこいって。この中、生まれたままの姿だから、今朝見た陽介の糞と同じだね。さらっとトラウマ掘り起こすな。いた！お兄ちゃん！ななこちゃん！そっか、堂島さん間に合ったんだ。うん！お父さん、早く帰ってきてくれた。悪かったな、気揉ませちまって。書類の残りもあったが、足立に渡してきた。はい、お嬢さん。よかったら、僕と愛の花火を打ち上げてみない？どうやんの？ね、やめなっての、熊吉。堂島さんに現行犯逮捕されるかんね。なんか下が騒がしいっすね。そろそろ始まるのかな。本当？すごい！綺麗！たんまやくんまやくんまや。違う違う、覚えちゃダメ。決まったやつだな。おい、これもすげえぞ。以上をもちまして納涼花火大会の演目は全て終了となります。また来年のお越しを地元一同心よりお待ちしております。ありがとうございました。いやー、見事見事、余は満足じゃ。胃袋的にだろ。何よ、みんないろいろつまんでたじゃん。大盛り肉丼弁当はつまむじゃねえっての。ななこちゃんも楽しかった？うん、眠い。だろうな。もういい時間だ、帰って寝るか。俺はななこと戻るぞ。お前たちもあまり派手に夜更かしするなよ。ななちゃん、バイバイクマ。バイバイクマ。
花火は良かったっすけど、なんつうか夏もしまいって感じっすね。それを言わんでおくれよ。私は結構満足だけどな。お仕事してると夏には秋の格好してて季節感とかないんだもん。今年は海に花火でしょ、あと浴衣でお祭りも行ったし。お祭りな、いい思い出ないけどな、誰かさんのおかげで。そうなの？お前だよ。いや、結構楽しかったっすけどね。お前、肩抜きうまかったな。って、そうじゃねえよ。もっとこう、甘酸っぱいっつうか、なんつうか、そういうのを期待してたわけ。なあ。ちょっと待て、確かにってそれ何と比べて。まさかお前翌日どなたかと。ふーん、そうなんだ。誰なんだろうね。誰なんだろうね。おい、なんだよこの胃が痛くなるような空気は。ふーんに、陽介は女の子のことばっかりくまね。お前が言うなっての。つーか今日、あいつも誘ってやりゃよかったっすかね。あいつって誰だよ。いや、そのああ、あいつな。まあそうかもな、よく考えりゃ一応同じ事件追ってたんだし。うん、そうかも。だってもう会えないかもしれないもん。これっきりってちょっと後味悪いかも。私きついこと言っちゃったし。そういえば彼ちょっとだけ寂しいっぽいことをこぼしてたよね。ま、花火行こうぜなんつって来るタイプでもなさそうだけどな。もうこっちにいないのかな。行動力あるし、もしかしたらもうどこか遠くの町で別の事件に挑んでたりして。ごめん、しんみりさせちゃった。気にしてもしょうがないね。あいつ地味にイケメン属性だったからな、別の意味で壁になったかもしんないぜ。ほんに、陽介は女の子のことばっかりくまね。うるせえよ、2回言うな。あ、やっと来た。あのね、お父さんがスイカもらったんだって。大きくて食べきれないから友達呼んだらどうかって電話あったよ。クマさんとかお姉ちゃんたち来れるかな。スイカ？おお、行く行く。今年まだ食ってねえんだよ。俺がみんな誘っていくから、先走って割るんじゃねえぞ。あのね、お父さんがスイカもらってね、だからみんな呼ぼうって。いやー、スイカな。こんなツアー俺なんだかんだで食いそびれちまってたからな。で、肝心のスイカはどこっすか。もう肝心、もらい物にがっつくな。まず割ってからだろ。え、マジにやるわけ？崩れたら食べれないじゃん。けどけど楽しそうじゃない。七子もやりたい。全力で振りかぶるクマ、飛び散る果汁、弾ける笑顔、一夜の恋、あの日の甘酸っぱさ、それが青春。意味がわからん。お前、その何でもうちの店内放送っぽく言うの鬱陶しいからやめろって。それが青春。ただいま。靴がすげえな。何着てんだ。
あのね、スイカ割る。割る？あ、いや、実はな。七子、機嫌直せ。みんな来てくれてるだろう。悪かったって。まさか割るって発想はなかったんだよ。ねえ、七子ちゃん、また今度やろうよ。今度は海で、ちゃんとさ。賛成。おお、そして再び水着って流れか。ああ、でも時期的にはもう来年かな。来年も七子と遊んでくれる？当たり前じゃん。およ、およ、よかったな、七子。今日はありがとな。あんなにはしゃいでる七子は久しぶりだ。事件も無事解決か。これで、ま、今日は野暮なことはよすか。お前、いい友達持ったな。休み終わっちゃったね。うーむす、来るとき道間違えた。休み長かったからね。いや、だからってどうなのそれ。おはようございます。おま、ちびっこ探偵。誰がちびっこですか。白金です。思いつきで変な名前をつけないでください。あの、高校だよ、ここ。警察への協力は終えましたが、事件にはまだいろいろと納得できない点があります。ちょうど家の方の事情もあるので、しばらくこちらに留まることにしました。今日からここの1年生です。一応皆さんに挨拶しておこうと思って。よろしくお願いします、先輩方。先輩方？あの探偵くんが後輩？学校やっぱかったりいいよな。事件も無事解決しまったし、急に日常がスカスカになったっていうか。解決したのはいいことじゃんよ。いや、悪いとは言ってないけどさ。ねえ、今日もジュネス寄って帰るんでしょ。なら、ナオト君も誘ってみない？あ、なんか気になったってだけなんだけど。あいつ確かこの事件の協力のためだけにこっち来たんだっけ。なるほど、事件終わればただの人か。それに考えてみりゃ転校生か。
俺らと一緒だな。こんにちは、先輩。今になって越してきたの、実は意地みたいなもんかもな。ただ調子に乗ってるやつってわけでもないみたいだ。よし、誘おうぜ、白金。芸能人ってのもすごいけど、探偵ってのも大概レアだよね。家どんな風なのとかちょっと興味ある。何よりあの年でっていうのが不思議だよね。お、噂をすればちびっこ。この辺よく知らないでしょ。案内してあげるって。遊ぶとことか地元のうちらじゃないとわかんないこと多いと思うし。必要ないから。興味ないんです、遊び場にも君たちにも。は？ちょ、何言ってんの？親切にしてやってんじゃん。何よその態度。ああ、あったく、せっかくモテてんのに。あいつ、よー、白金くん元気かね。あ、ういっす。何してんすか？あ、じゃあ私らこれで。また会いましたね。僕に用でも？ねえ直人くん、帰り暇なら私たちと一緒にどっか寄ってかない？僕と一緒に？今度にします。いろいろ考え事もありますし。考え事？それに今日は早く帰らないと、おじいちゃんにそう言ったので。おじいちゃん？まあ、じゃあしょうがないか。また今度ね。たく、ナオトのあの態度、明らかにデビューしくじってるだろう。大丈夫なのかよ、学校生活。確かに変わった子だけど、でもなんかこう不思議な魅力みたいのあるよね。うっそ、天城ってああいう年下がタイプ？いや、そういう意味じゃなくて。ナオト君、考え事あるって言ってたけど、事件のことだよね。名探偵的にはすっきりしてないんだろう。もう解決したってのにさ。そうだけど。ここももう特捜本部じゃないわけか。じゃあなんか別の話しよっか。そういや、次期修学旅行じゃね？行き先どこだっけな。タツミポートアイランド。海に面してる人工島なんだって。かなり大都会。え、ポートアイランド？私よくロケで行ったよ。ムーンライトブリッジの先んとこでしょ。あの辺なら結構遊べるとこ多いはず。いや、それがさ、聞いてくれよ。今回の旅行、遊んでる余裕ないかも。今年から観光中心の修学旅行は見直すんだって。地方と都会のなんとかの触れ合いがとかで、向こうの私立の高校と交流会すんだって。だいぶ勉強メインで真面目らしいよ。うはぁ、空気読まないにも程がある。それ、私立の学校ってどんなとこよ？なんかすごい立派な高校らしいよ。校舎も綺麗で。私ら行く日、向こうは休校日なのに返上で頑張ってくれちゃうみたい。で、2日目の自由行動では工場とか見学して、3日目には帰る。ほぼ社会科見学じゃねえか。聞かなきゃよかった。学校の仕切る旅行なんざあんなもんしょ。ま、俺らも一緒だし、誰たら適当にどっか抜け出すってことで。私、先輩たちのことを案内してあげる。一緒にって、学年違うから。あれ、知らない？今年から修学旅行、林間学校と同じなんだよ。 1,2 年合同。生徒数が減ってて予算も少ないし、2年に1回にするって聞いたけど。先輩らいんなら退屈しないで済みそうだぜ。私、お仕事抜きでポートアイランドとかどんくらいぶりだろう。すごい楽しみ。いいなあ、脳がポジティブで。
なんかめんどくせえことも多そうじゃん。この案不評も出たらしいんだけど、企画立案バイモロキンなんだってさ。あいつらしいというか。うお、モロキン、死してなお俺らを縛るのか。おお、モロキン。知らねえだろお前は。ねえねえ、今の旅行の話もっとクマに教えるがいいと思うな。ポトアイランドとはどこぞで何があるの。いいから働けよお前は。けど修学旅行時期って言ってもまだそんなすぐじゃないよね。それまで何しよう。まあ暇は今に始まったことじゃないっすけどね。所詮は人なんてな、一生暇の潰し方を考えるだけの生き物なんすよ。いいこと言ったみたいな空気出してっけどさ、意味全くわかんないから。すんません。